はい、どうも、ビデオゲーマーです。ボルトモン編続きやっていきましょう。ピケとラモスがバイエルミュンヘンの筆頭ターゲットって書いてますね。ダブル取りしたらちょっと面白いですね。はい、今回はね、ホームレ、トテナム戦です。前回ね、ワンセンターバックで、シティとの打ち合いをね、まさか5点も取れると思ってなかったんですけど、まぐれ感ありましたけどね、打ち合いを制して勝ったんで、今回トテナムもね、まあ、2センターバックに戻りましたけど、かなり控え中心のね、メンバーで 勝てる気が全くしてないです。点を取れる気がね、全くしてないんですけど、やっていきたいと思いますよ。はい。で、アーフィールドとスカラクっていうね、左サイドの選手が2人とも、長期の離脱をしてしまったので、控えがですね、ほとんどが、ディフェンスラインっていうこの状況で、かなりの選手が疲れてまして、これはちょっとまずいなと。この交代するタイミングも非常にね、重要になってくるかなと思うんですけども、まあね、やっていきましょう。いやー、厳しい。はい、じゃあやっていきましょう。キックオフ、あれですね、メンバー見ましたけど嫌になりますね。トテナムの やりたくない。で、前回の動画のこう、サリーダ・ラポルピアーナ、どうですか？おっと、今トラップまでは良かったのに、まさかその選手が勝手に変わってしまった 自動じゃなくてな、自分にしてるんやけど、なんか変わっちゃったな。押したつもりもなかったんやけど、押したんかな俺。あ、いいんじゃない？だからさ、ボレーのこう能力が高いか高くないかの違いなんかな。足でも蹴れそうな感じやったんやけどな。ああ、いいですよ。まあ、前回の、試合よりは、こっちの方がね、サリーダラボルピアーナ 合ってるか、合ってるな。サリーダ前は、非常に表現してるかなと思います。戻ってますからね、今ね、ジョンソンが。いやー、ちょっときつい。おー、危ない。ああ、いいですよ。あ、ごめんなさいね、鼻が痒くなった。 嘘。うわー、真正面か。クロス悪くなかったけどな。これ2分の時のね、まあ、ジョンソン以外、2分、あ、ジョンソンのケニーか、以外はね、あ、これやばい。
崩されちゃった。時のまあベストメンバーみたいな感じですからね。いやー見事に崩されたな。マーク外れちゃった。いやーずれるな。今あのレスター編がちょっとチームコンディションが悪くてかなり流れが悪くて、でボルトンがまあなかなかいいんであれなんですけど、この試合はちょっと悪いですね。あーやられたわ。トテナムやりづらいな、強いな。いい感じでボールが流れてきた。ダメだった。よし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 、1点返したい。オッケー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 。こっからこっから。怖い、タトゥー入れてんな。体にドクロ入れる人ってどうなの、すごいよね。タトゥー入れてる人がどうこうっていうことは別に思わないけど、ドクロ入れるってすげえなって思う。トライバルとかね、漢字とか入れるのは、ああなるほど。あとドクロって結構イメージついちゃうよね。くしゃべりしたせいで肌が詰まってもうやばいよ。いいよ。いやーヒールで流し込もうと思ったら無理だった。今触ったかな。
いやー、捉えた。え、ナイス。いいですよ。か、あー、ダメだな。カヌーがかなり良かったですね、今取ったのは。カヌー動きいいですね。おーっと、危ない。ケネディもかいいですね。あー、ヘンリクセンがちょっとあかんかな。あ、やばい、ぽっかり開いちゃった。なんで動いた。エリクセンについてしまったのか。厳しいな。遊ばれてるわ。はい、じゃあ後半やっていきましょう。キックオフ。ちょっといろいろとメンバーは変えてないんですけど、一応変えてみました。いやー、これはきついわ。いや、誰もいないにパスしたんか。誰に向けてパスしたんだろう、一体。びっくりした。ボタン押してしまったから、この負けるかなと思った。いや、戻りがすっごい早いね。
や、ちょっと選手変えますか。ちょっとね、本当あと1点できればちょっと返しておきたい。ちょっとね、まずこれさすがに。この方がいいかな。これボールドックって何になってんの、条件。ああ、なるほどね。あ、オッケーオッケーオッケー。クワナはね、ディフェンスラインの裏に抜ける持ってるんで、クワナあの位置の方がいいかもしれない。いやー、ずれちゃった。あ、いいですよ。うわ、外す、マジか、うそ。あ、いいですよ。ナイス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 。出る、オッケー。いや、中に単純にクロス上げてもちょっと無理だろうな。いや、取られたか。ああ、いいですよ。ナイス。いや、マジで前に入っちゃう。反応やば反応やば。
いや、黙っちゃうね。ここまで何もさせてもらえなかったら。トテナムってこれ何位なのよ。いやー、これはまずいかも。ああ、いけた。多分トテナム戦勝率かなり悪いな。いやー、なんでそういうパス？もうあかんわ。あ、もう完敗ですね。やりたいこと全くさせてもらえなかったですね。で、次リバプールでしょう。まあ今んとこ3勝1敗なんで、まあ思ってたよりは全然ね、いい感じでできてるというか、来てるんでいいんですけど、きついですね。え、トテナムが6位まで来てないやん。ああ、なるほど。7位なんか。7位にあれだけ圧倒的に負けたんか。きついな。すげえ。17位まで全部16やし。え、こっちで。面白。アーセナルもやばいね。いやー、ちょっときついなー。あれだけ見事に負けるとは。はい、まあね、ちょうど1月か。まあ何人か売れたら売って、ちょっとお金ね、して、1人か2人取れたらいいかなと思うんで。ターゲット取ってるよ。若手取ったね、面白い。まあちょっとこの負けは結構引きずる可能性が あると思いますけど、まあね、まあ、言っててもしょうがないんで、切り替えてね、次回リバプール、勝てるように頑張っていきたいと思います。ということでね、今回はこれぐらいで終わりましょう。ではまた次回です。バイバイ。